駅発車です。はい、電車発車します。発車いたします。本日は明治村が京都市でご乗車いただきましてありがとうございます。次は4丁目にあります市電名古屋、市電名古屋終点です。まもなく右側には4丁目の建物群が見えてまいります。屋根に3本の換気筒のついたガラス張りの建物、日本赤十字社中央病院病棟です。日赤が最初に建てられました洋式の病棟です。この裏手側、階段の上2階建ての白い漆喰塗りの建物、歩兵第6連隊の兵舎になります。明治6年、名古屋城日の丸に建てられました日本陸軍兵隊さんの宿舎となっております。名古屋初の4本建築物、フランスの洋式建てとなっております。右下、木造の木の建物は第四高等学校、富士通道場の製造です。石川県金沢市に建てられました富士通の観点を目的とした道場です。電車側から旧道場、真ん中が県道場、一番の道路側は旧道場、3つの道場を備えております。電車右下、一番近いところ、お手元に通ります大変古びた茅葺き屋根、旧道の的場です。奥野の部隊から弓で矢を放ち、この的場まで約27メートルございます。その的の中心点のことを図星と言います。人の的を奪われちゃってる図星を突くという、向けの横から始めた人がね、同じ4丁目にあります試練の親の4丁目よりも先、5丁目米国ホテル北口方面に入ります。次の SL 東京行き16時15分4時15分がございます。この15分の後最終になります。50分が最終列車となります。はい、車内よし、動きます。ご乗車ありがとうございました。4丁目市電名古屋到着です。お出口は右側です。前後お近くの乗降口ご利用ください。この先 SL 乗車車ご利用のお客様、この列車降りられまして前方の階段もしくはスロープ上がりください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。